これが、1キロ。はい、1キロなんですよ。はい、でラスちゃんのが5キロ。5キロ、はい、やば。これやばいですね。香りが5キロ。たまらないです。僕のチャンネルではちょっともう僕のね、優勝見せるあの5キロの優勝はね、説明をラスちゃんのチャンネルの方で見ていただければと。はい、じゃあ早速食べましょう。はい、いただきます。なんかこんな感じで調理されてるイノブって初めてなんですよね。バラっていう、バラって言ったらいいですか、これ。なんかいつもブロックとか、ハンバーグとか。バラですね。はい、初めてなんですよ。いいですか、いただいて。あ、うまっ。うまっ。うまい。なんかこう、一見本当に豚と遜色のないような感じなんですけど、うん、噛めば噛むほど分かりますね、ちょっと違いが。本当に脂身が、でも香りも全然やっぱ違いますね、うん、違いますね、うん、イノブタ独特のこう旨味というと一緒に、あ、人間っぽいな。うまいわ。ペロッといけた。どうですか、ラスちゃん。いや、いいですね。いいですか。めちゃめちゃ美味しいですね。本当に、うん、違いますね。全然違いますね。二、うん、口、三口で、うん、あ、違うわ。本当に脂身もさっぱりしてるんで、うん、全然5キロもペロリです、うん、あ、ペロリですか。ペロリです。ラクトですか。はい。やっぱ違うな。笑ってますけど。いや、店主さんがね、こんなモテないって言ってで、こんな量作ることまずないですからね。うん、この丼ぶりってもう通常メニューになるんですか、こちらでは。あります、ね、あ、こちらの焼き中で。あ、なるほど。はい、イノブタ焼き重ということですね。通常メニューがあるということで。ヤサオマさんのも、もう大盛りっていうのは大盛りってことですね。これはどうなんですか、この量的には。普通のやつよりもやっぱ大盛りなんですか。大盛りです。大盛りですね。はい。はい、大体400ぐらいです。うん、2杯以上ってことですね。2杯以上ってことですね。普通の。本当にうまい。うまい。全然違うの分かるな。ちょっとプロの方から、あの、豚とイノブタの違い教えていただいていいですか。油のことをもううちらは白身って言います。うん、油って言わずに、まあ、あの日本人の方は、まあ、ほぼ今まで和牛をあのよく食べてられてたと思うんですけど、はい、それで、まあ、油嫌いな人もいてますけども、この油はもう体内で、あの和牛はあの体内で固まるんですけども、はい、あのイノブタの油はもう体温で溶ける。あ、温度に融点が低いってことですね。そう、うんうん、全部体に全然たまらず。おお。身の方はもうビタミン豊富で。へえ。本当に胃もたれとかも全然しないような。しないような感じですね。うん、もうなんか一口二口食べたら分かりますね、それが。
僕は多分ソーマさんの2杯分ぐらい入れられる。本当だもん。がっつりそぎ落とされてる。ちょっとやっから取ってええやん。そんな一口がめちゃめちゃ多分でかいですよね。1キロはいってますね、これ。やばい。前なんか豚丼みたいな食べて出たじゃないですか、はい、どうですか、なんかたまり方とか。どうしてもお肉類とか量食べるとだんだん重たくなっていくんですけど、うん、その感じは今のところ全然なしですね。味噌汁も大きいのいただいたんで、あ、いいですね、赤だし、うん、中でもいただいてるんで、もしよければ。あ、濃いめになるんですね。みたいですね。うん、おいしい。濃いめもおいしい。だんだん消えますか。やっぱり全然違います。うん、うん、ラーメンで2キロ生きてもこれで2キロは無理ですね。確かに2キロ、全然無理。限界量を多分ご飯でいけないかもしれないです、同じを、うん、ゆでラフター。もう僕フィニッシュに近づいてきました。早いですね。いや、追いつかれちゃいました。だから追いつかれちゃいましたって5キロと言ってる。まあ通常盛りの 2.ちょい、ね、ちょい入ってます。通常盛りもこれドカ盛りって書いてるんですよね。400だったら 2.5 倍、うん、2.5 倍ちょうど、はい、ああ、僕もお店さんがドカ盛りっていう風に書いて提供するものを 2.5 倍食べれるようになりました。
2.5 倍はちょっと強敵ですね。さすがに。フィニッシュですね。いやどんどん1キロ明け目でなかなか素人にはもう通常は多分9杯分ぐらいは食べました。発祥が、うさみで、こう市、町を挙げて、発信してる、食材って言えば食材なんでしょうけど、カンペが来ましたけど、あ、今回あの、はい、まさか期間限定で、はい、今回この特別作ってもらったものですね、はい、チャレンジメニューとして期間限定でやっていただけるみたいです。はい、ラスカル盛りっていうらしいですよ。イノブタ丼ラスカル盛り30分以内完食無料。無料。通常9800円。期間限定ってこれいつまでなんですか。2月いっぱいとか。4月まで。総満盛りも。総満盛りも。じゃあまた詳しくはなんかホームページなんかに書かれるんですかね、はい、僕らもそしたら概要欄の方には貼っておくので、はい、ぜひご確認ください。もう今話し合ったんでしょうね。ラスカル盛り手紙ですから。すごいな。通常9800円無料ということで、やっぱりでもちょっと僕もう一押しして食べれたら賞金とか出た方が良くないですか大将。無言になっちゃいました。1万円1万円いいんですか。ラスカル盛りが30分以内完食で無料とさらに賞金1万円。1万円やっちゃいますと。ありがとうございます。これすごいことですね。これはぜひ来てほしい。絶対食べてもらいたいですね。食べてもらいたいですね、うん。言うてる間に言うてる間に喋りながら食べてますからね。ラスカまだこれぐらいだったら全然楽勝っすか。量的にはへえ。ああに漁業とかも畜産とかもすごく豊かな地域ですよね、はい、って山の幸も取れれば海も川の幸もあって、すべて本当に天然物が美味しいので、うん、食材には恵まれてますね。本当。ちょこの前もダラコ君のマグロとかもそうです、ね。ああそうですね。僕は一匹食べれないですよ。
でもあのさっきあの船の船長が今目の前にいらっしゃって、はい、夏はあのカジキマグロ、はいはい、釣りに行こうって誘ってくださって、それ動画にしたらいいじゃんって、でそれを釣った後食べようって。カジキマグロは何キロですか。まあね、全然その10キロ超えも楽勝でありますし、150キロ。あのパーティーですね。150キロ。でドラコ君と。そうですね。この1キロもやったら本当に普通の方でも、はい、こう挑戦するにちょうどいいぐらいの量で、楽しんで味わっていただけるような感じですね。はい。相馬盛りは何分なんですか。相馬盛りですか。はい、通常メニュー。あ、通常メニューで。あ、相馬盛りは通常メニューであるということで、はい、なるほど。じゃあ味わうのにね、すごい最適なものかとは思います。あっという間に完食してます。すごい。いや、美味しかったです。最後に改めて感想を、はいはい、普通の豚とか特に僕が住んでる東京なんかじゃ、うん、味わえないこのなかなか食べれないですね。ぜひ食べてもらいたいです。本当そうですね。ぜひ豚丼とかって普通の人は、はい、やっぱ女性とかでも、うんうん、お子さんでも重くて食べられないとか、うん、避ける方もいらっしゃると思うんですけど、うん、本当に油とかもすごく軽いんで、うん、もうぜひそういう方に食べてもらいたいですね。そうですね、はい、ぜひぜひ食べに来てください。ビタミンとバターバッチリですから。本当そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。わー、おいしかったー。